気仙沼の梅村マルティナです。こんにちは。今日はかぎ針で編む腹巻き帽子を紹介したいと思います。かぎ針で編めないのかってよくイベントなどで聞かれるんですね。でもちろん編めるんですよ。細編みとか、まあ、長編みね、オンパレードで編んでももちろん大丈夫。ただし元々の棒針の腹巻き帽子の柔らかさの生かした編み方を今日紹介したいと思います。あと特別にこのゼブラの毛糸を使いたくて、また特別な模様になっていくと思います。見ててください。材料です。カラフルゼブラを使いたいと思います。主に赤いゼブラとオレンジのゼブラです。こっちの番号は221、KFS221 とオレンジのゼブラは224ですね。あと残りのパープルゼブラ、グリーンゼブラ、ターコイズゼブラとピンクゼブラ、少しあればというか余ってる毛糸で大丈夫です。かぎ針は4号のかぎ針を使います。作り目からですね。はい、いつもの結び目ですね。出して、そして鎖を136目を作ります。なんで136目かっていうと、出来上がりの腹巻き帽子はちょうど25か26センチの幅になります。136の作り目を作ります。はい、136目あるかどうか数えたいと思います。数えるのはこっちからですね。はい、で数えやすくするためにこういうものを用意してます。色の違うちょこっとした糸をとじ針に通してます。はい、で20ずつ数えたいと思います。まず最初の20目を数えます。20目目ですね。そこに上からとじ針を通します。次の20目を数えます。20目目ですね。今度針を下から入れます。また数えます。はい、今度もうお分かりですね。今度また上から針を通します。こういうふうに糸を通していきたいですね。こう直線になるような感じですね。じゃあ最後まで数えます。はい、糸を通しました。つまり20目、40目、60目、80目、100目ですね。で120目、そしてここで16目あれば大丈夫です。9目、10目で6目ですね。136目ですね。はい、んでこの黄色い糸をこう引っ張れば結局この最初と最後だけ合わせれば大丈夫ですですね。こっちはもう直線になってるから、これがこの最初の部分と最後の部分向き合えば大丈夫です。でここでつなぎたいと思います。はい、
引き抜き編みでつなぎます。で、立ち上がりは鎖3目ともう一つ編みます。はい、で模様編みになります。長編みを一つなんですけど、一つの鎖を飛ばします。はい、鎖一つ作って、長編みを一個飛ばし編みます。はい、これは基本のパターンですね。鎖編みと長編みですね。で、一個飛ばしで編みます。はい、しばらく編みたいと思います。はい、一周編む前にさっきのこのオレンジの糸を取ります。はい、で、こっちでの色の変わるまで、赤くなるまでさっきのリズムで編みたいと思います。はい、今赤が出てきましたね。赤の場合はすべての鎖に長編みを入れます。すべて鎖に長編みを入れます。はい、赤終わりましたね。はい、そしてリズムとどう続けばいいのか。一つの単位は長編みと鎖ですね。で、今このすべて長編みで編んでるのは2つずつ数えればいいですね。こうこうこう、今ちょうど一つの単位が終わったので、つまり長編みを一つ作って、で鎖つけて、また一個飛ばしに編み続けます。はい、一周こういう風に編みたいと思います。で、また色変わってきたら、あの全ての鎖に長編みを入れます。今一周編んできましたね。で、もう一回ねじれてないかどうか確認ですね。はい、で、本来だったらここの最後のところですね、パターンとして鎖目を編んで長編みをして、鎖をつけて、で、ここで引き抜きをします。で、また4目鎖編みを編んで、で、ここに最初の長編みの上にまた長編みをつける。そうすると、あのスクエアにず、あのスクエアになっていくんですね。ただ今赤になったので、ちょっとその計画狂ってましたね。はい、もう一回戻りますね。はい、そうするともうすべての鎖に長編みを入れます。こっちも、で、最後その鎖だったはずのところも長編みを入れます。はい、で、引き抜きでつながります。で、1、2、
さん、はい、でもうまだ糸残ってるから、はい、今度こういうふうに側に長編みを入れます。はい、で次は普通の長編みを編みます。はい、でこのリズムでまたしばらくというか次の赤が来るまでこのリズムで編みたいと思います。はい、こんな感じで今編んでいきましたね。で赤が出てきました。そうするとこっちは今鎖じゃないから普通の長編みなんで長編みのに長編みをつけます。で次は普通に白い長編みに長編みをつけます。はい、そして次は鎖ですね。その鎖が出てきた時にそこに長編みを入れます。でまた普通の長編みに長編みを入れます。もう一個いけますね。はい、で白になったのでまた白のリズムに乗ります。鎖つけて長編みの上にまた長編みを編みます。はい、この編み方は結構、はい、楽しいです。はい、しばらく編みたいと思います。今3段目の終わりぐらいですね。で、白だけでの段替わりをお見せしたいと思います。はい、長編みを編んで掛け目つけて最後の長編み編んで鎖編んで、でこっちの立ち上がりに引き抜きをつけます。で1,2,3 立ち上がりプラス1目の鎖を編みます。で下の段はここ赤になってたんでこれは鎖の代わりですね。でこっちに入れます。はい、でまた鎖編んで2つ目のところに入れます。でまた赤が来てすべてのものを長編みとして編みます。はい、そしてこういう感じの段替わりになります。もうちょっとなったらもう ほとんどわからない状態ですね。はい、またしばらく編みます。そして糸の変える時もお見せしたいと思います。はい、できるだけ白いところでこの始まり段の始まりじゃないところが目立たないと思います。でまずこっち、例えば今こっち赤をやめて緑にする時ですね。じゃあここへ一旦切りますね。切ってでもう本当に結び目をして、で大体1センチぐらい残してちょっときつく目にして、で編み込む感じで編みます。はい、こう長
長編みの本体に入ってくれれば一番目立たないか、入らなかったら後でとじ針で入れること。とじ針かこのかぎ針で、今後ろにありますね、これちょっとこういうふうに入れれば後で全然目立たないと思われます。はい、で次これ編めば全然目立たないと思います。はい、しばらく、本当にしばらく編みます。編んできました。赤でちょっと多めに、あと少しずつ違う色を入れて、でまたオレンジで多く編んできました。長さはだいたい55センチですね。春巻き帽子というか帽子が作れるはずです。段としては63段目今編んでます。でまあ伏せ目がないので最後のところだけお見せします。鎖目で最後の長編みを編んで、ここに鎖を編んで、で引き抜きします。はい、こんな感じで終わってます。で糸を切って、通して、あと糸始末だけすれば完成です。はい、かぎ針の腹巻き帽子出来上がりましたよ。軽くて柔らかいですね。測ってたら 100g ぐらいだったんですね。で早速帽子を作りたいと思います。真ん中辺でねじって、お互いかぶせれば帽子ですね。でちょうどここでこうお花みたいに違う色が出てきますね。裏返して、こっちも違う色がはみ出してるので、とてもはい気に入ったんです。はい、一回つけてみますね。はい、かぶせやすいですね。はい、気に入った。はい、もちろんネックウォーマーにもなりますね。ネックウォーマーにもなります。はい、そしてこの模様、まあこのスタッフにも相談して、で、これもしかして羊雲に見えないかという案もあって、で。はあ、こう言われると羊雲かなということなんですけど、まあゼブラの毛糸で羊雲模様編んで、まあまあちょっといろいろ遠いかもしれないけど、実はこの同じ編み方でレリーフでもできますね。そしてアクションカラーでこの羊雲を編めば同じパターンになっていきます。はい、で普通の毛糸、普通 の, こういう特別なパターンにならないものでも、まあ羊雲なしでも編めるかと思います。はい、またいろいろ挑戦してみてください。チュー。